いろいろ息苦しくなって旅に出た。貯金を全部下ろして1ヶ月かけて日本中を回った。世界はこんなに広くて美しいものや楽しいことで溢れていたんだ。今まで全然知らなかった。今からでももっと知りたい、もっと人生を楽しみたい、そう思った。もう随分年を取ってしまったけれど、もしも願いが叶うならば今からでも自分のために生きたい。ただいま。お母さん、自力でお布団から出られたんだ。楽しい旅行だったな。